砲弾のようなものが見つかったのは、札幌東区本町1条3丁目の空き家の敷地にある物置です。午後2時40分ごろ、父の家を片付けていたら、物置内から砲弾のようなものを発見したと、この家の親族から警察に通報がありました。見つかったのは砲弾のようなもの1個で、長さおよそ30センチ、直径およそ10センチです。警察によりますと、物置の床にそのまま置かれた状態で錆びていたということです。警察は安全確保のため、現場の半径およそ50メートルの範囲で避難を呼びかけています。今後、陸上自衛隊が現場で確認作業を行う予定です。